共通テストもし英語の復習法。ではまずはリーディングです。続いてリスニングです。トイックにも共通することなんで、だからここ裏を返したり、はい、文構造が分かんなかったものはちゃんとチェックしておくといいですよ。始まりました、マリテスチャンネル。さあ今回はですね、共通テストもし英語の復習法というのをやってみきたいと思います。もし受けた方お疲れ様でした。まあ模試のね、復習の仕方わかんないって人が結構いるので、なのでここで話しておこうかなと思います。まあ現在1ヶ月で攻略大学入学共通テストのですね、英語リーディング英語リスニング改訂作業を進んでおりまして、今構成っていうですね、あのチェックの段階に進んでおります。なんでね、もう少しお待ちください。出版されますので、はい、絶対共通テストより早く出ますんで、間に合わないなんてことはありませんので、ぜひとも。まあ前の班のねものでも思考調査の問題でいろいろと分析されていたのが、思考調査の部分が実際のこの間行われた共通テストに変わってるっていう感じです。ではまずはリーディングです。まあセンター試験と違ってね、共通テストっていうのは読解しかありません。読むだけっていうので、なおさらですね、復習の仕方が分かんないっていう人が多いんですよ。だから昔はね、発音とかアクセントとか正常だったり空所補充会話とかね、様々な出題形式があって、結構知識を入れる問題、まあ知識で解く問題っていうのもたくさんあったんで、文法知識とかね、語彙の知識、発音の知識とかっていうので解くものが多かったんで、復習するときにその新たな知識を入れるって言って、結構復習した感があったんですよ。勉強したぞっていうのがあったわけですね。でもちろん読解も復習するんだけど、やっぱ読解こそ復習っていうのが難しいじゃないですか。でどうやって復習したらいいのか分かんないっていうのがあったりするので、だからセンター試験の時も実際そうでした。自分自身もやなんか最初の方のね、大問は知識こう新しく入れたぞっていうのがある、知らなかったものを入れたぞっていうのがあって、復習したな、勉強したなっていう感覚がすごいあった。でも読解のところになると、なんだかよくわからんと、これでいいのかなみたいにね、え何を復習したらいいんだろうっていう風になることが多かったので、なんでぜひともその辺のことを学んでもらえればいいんじゃないかなと思います。まあこれはね、トイックにも共通することなんで、トイックの勉強してる人っていうのもね、トイックのリーディングあるじゃないですか。どうやってやったらいいかわかんないっていう人結構多いので、そちらとも共通するかなと思います。共通テストだけに。それでは行ってみたいと思います。まずはですね、回答の根拠のチェックですね。まあこれは別に共通テストに限ったことではないですね。読解の問題で絶対やっておかなきゃいけないことで、そうです。回答の根拠が合っていたかどうかをチェックしてください。もちろん、ね、最初に解く段階でやっとかなきゃいけないとかっていうのはあったりするんですけど、どれぐらいの時間かかったかっていうのを印つけてないよね、多分ね。実際の模試会場に行くとテスト本番みたいな感じで何分かかったとかってね、チェックしてない人が多いと思うんですけど、それしといた方がいいですよ。だからものすごい時間かかってこの問題正解できたっていうのと、ちょっとの時間でこの問題正解できたって全く違うものじゃないですか。そう、同じ正解でも重みが全く違うので、どれだけ時間かかったかは測っておくべきですよ、解いてる時にね。で解けたっていうのにもいろんなパターンがあるわけですよ。偶然正解してしまったまぐれあたりっていうのもあるわけですね。回答の根拠が全然合ってないっていうこともあって、回答の根拠が合ってなかったものは正解として見なしちゃダメなんです。もちろん得点にはなってますよ。得点にはなっているけれども、自分はそれちゃんと正解できてないわけですから、なんで、あっそうだったんだって思ってね、それを正解と見なさないで、自分は間違えた問題なんだ、いずれまた復習しなきゃいけないんだと思ってくださいね。でその回答根拠をはっきりさせます。でその回答根拠をチェックするときにプロセスっていうのがありますから、ちゃんとあここに書いてあるものでこの該当箇所を見て正解ができたっていうのか、複数箇所見ないと答えが出ないものだってあったりしますよね。消去法でやらないと答えが出ないものあったりしますよね。リスニングとかもそうですよ。なんで、あちゃんと複数箇所こことここ照らし合わされた、合わすことができた、こうやって消去法をやってたっていうプロセスが合ってたかどうかを確認してください。でその上で言い換え表現の確認ですね、まあ、これトイックでもめちゃめちゃ大事なんですけど、本文中の表現が選択肢では別の表現に言い換えられてるってことはすごくよくあるわけで、あこういう風に言い換えられるんだっていうのを学んでください。それは単語レベルのね、言い換えだってあるわけですよね。まあ、deal with か address に言い換えられてるぞとかですね。そういう単語レベルのものもあれば、なんとか is valid until 何々、何々までこれは使えます、有効ですっていうのが、何々 expires on 何々。
ですね。いついつに切れますっていう風に、3月30日まで有効ですってことは3月30日切れるってことじゃないですか。っていう風な言い換え表現ですね。そう、形が変わってるというか、単語レベルじゃなくて、だからここ裏を返した言い換え。だから send に対して receive になってるとかっていう言い換えもあるわけですね。A さんが send B さんに何々を送りましたっていうのが、B さんが何々を受け取りましたみたいに言い換えられて、これは実際の本番でも出てますよ。そう、こういう形の言い換えというか、はあるので、これも絶対に押さえておいてください。めちゃめちゃ大事です。で、こういうことを意識してやらない人が多いんですよね。だから、回答の根拠を見て、で、その回答になる理由の言い換え、表現っていうのをちゃんと見抜くことが大事ですね。まあ、とにかく情報処理がたくさんあるので、このプロセスっていうのを意識してください。で、その時にちゃんと時間を測っておくこと。時間無視してやっちゃったらね、意味ないですから。続いて、表現を覚えることですね。まあ、模試っていうのは、まあ、単語レベルでもう書いてあったりするよね。単語とか熟語とか書いてあってくれるので、でまとめてくれてるので、まあ、そこ見て、こうかな、ああ、これかな、これかな、みたいなね、思って解いちゃっても、で、そこでチェックするっていうのが、まあ、早いですね。辞書引かなくていいんで。だから、語中って言うんですけど、そのね、語中のところでもうチェックして、知らなかったものに、まあ、印をつけておくとかね、そういう風にやると。で、プラスで、その後で本文行きましょうね。本文だったり、設問選択肢。まずやっぱ設問選択肢でまず知らない表現があるのはね、やばいんで、ちゃんとそこチェックします。あ、ただ専門用語とかいらないですよ。固有名詞とかね、出てくるじゃないですか。ああいうのはやらなくていいですから。まずはちゃんとね、出てくる単語とか、熟語とかをチェックしていきますね。で、それぞれまた知らなかったら、そう、だから本番はスピード早く解いてるはずなんで、緩急つけて、あ、ここはいらないな、答えに関係ないなと思って素早く、あ、ここは答えに関係あるなと思ってゆっくり読むっていう風にやってるはずなんで、そんな一個一個は意識してないはずなんですよ。だから表とかもわざわざ全部見る必要なんかないじゃないですか。で、それが今度は復習の時だと、そういったとこにも目をやることができるので、そこで、あ、こんな文出てたんだとかね、あ、ここの構文難しいなって思って構文取ってみるとか、あ、この単語知らない、この熟語知らないとかっていうので、それをピックしていってね、覚えていくっていうのができる。まあ、なんかに書き出してもいいし、もしの答えのところのね、語中に付け足しといてもいいですよね。そういった風にして知らなかった表現を覚えていくっていうのが大事になります。で、そこで、まあ、今も言ったんですけど、構造ですね。文構造が分かんなかったものはちゃんとチェックしておくといいですよ。 SV とかね、カッコつけたりとかするじゃないですか。 SV つけたりカッコつけたりとかっていうのはやっといた方がいいですね。あ、ここ、こういう構造になってたんだ、分かんなかったみたいなね。だ、模試の解説の部分にね、構造についても書かれてたりしますからね。そういった部分も見ておくことをお勧めします。まあ、共通テスト模試なんで、そこまで超むずい構文とかは出ないけどね。まあ、記述模試とかだったらね、そういうのはもっと深くやっとくべきですけどね。で、その後いよいよ音読と言われるやつですね。ちゃんと前から読んで理解できているのかっていうのを見る。やっぱりちゃんと前から読んで理解できないから意味ないですからね。それをやっていくことによって、どんどん早くなってきますからね。前からちゃんと理解していく。で、もちろんこれもリスニング対策になりますからね。で、その後で何日か空けて解き直す。特に回答根拠を見抜けなかったやつです。ちょっと忘れちゃった状況で回答根拠を見に行くっていうのね、特訓をちゃんとしておきます。まあ、ちょっとね、文章を覚えちゃってるとかっていう状況もちょっと起こり得るんですけど、なんでちょっと日を空けてほしいですね。1週間でもいいですけど。で、解き直しの時にちゃんと回答根拠を持ってできるかどうかね。で、間違えた問題だけやるっていうのもね、時間がない人はそうだし、まあ、全体もう一回通してやりたいですっていう人もいると思いますね。はい、まあ、こんなのがリーディングって感じですかね。で、続いてリスニングですね。まあ、リスニングも基本的には同じですよ。回答根拠をちゃんと見つける。で、まあ、リスニングも本当照らし合わせだったりとか、消去法だったりとか、様々な解法ありますから、それでちゃんと合っていたのか。そして言い換えですね。聞いた音と別の表現に言い換えられてるなんてことはよくあるわけで、それをちゃんと見抜きます。で、表現ですね。本文中。これはまあ、リーディングと違ってパッと見れるものではないので、スクリプトっていうのを読まなきゃいけないですけど、そのスクリプトを見て知らなかった表現とかね、ちゃんとチェックします。で、その後でまあ、音読したりとか、まあ、音声一緒にね、聞いて言ってみる、オーバーラッピングだったりとか。そういったことをやって、まあ、リスニング力の底上げも必要ですね。まあ、ただ全然聞こえないっていうんだったら、もっと下のレベル、英検3級とかまでのね、下のレベルに行ってやらなきゃいけないんですけど、まあ、復習の時はそういう感じですね。まあ、聞こえないっていう人はそういうのから始めないといけない。だから復習とかやったって身につかないですよ、多分もう。全然聞こえなくて。だからまあ、表現は知っとく。知らない表現は絶対聞こえないんで、知ってる表現に変える。で、音読することによって音と一致させる。とにかく単語と音を一致させてない人が多すぎる。で、オーバーラッピング、シャドウイングがね、ちょっと難しいんですけど、まあオーバーラッピングぐらいまではやってほしいかなって思いますね。で、またこれも時間を置いて解き直し、ちゃんと聞いて、まあもう覚えちゃってるってとこもあるかもしれないんですけど、ただやっぱ音で分かるっていうのはね、大事なんですよね。で、音で手で印つけ
けなくても該当箇所が分かるんですね。この音がこれの正解だ、それを見抜けるようになっておくっていうのが大事になりますね。はい、どうだったでしょうか。まあね、多分ね、今日模試受けた方いると思うんですけども、お疲れ様でした。ぜひともこれを参考にしてみてくださいという感じで、模試の復習法についてやっていきました。どうでしたか。受けた皆様ですね、あ、こうやってやればいいんだって分かったかもしれません。で、まあもちろんこれだけじゃないです。いろいろな復習方法ありますから、ぜひともね、皆さんのね、復習方法を教えてください。自分はこういう風にやってますよとかっていうのがあったらね、ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。